スリーラン。ウォーカー選手第1号ホームランでございました。やられたな。まだでも3、4回待てやし、こっからや。7番はい、トラッキーです。負けました、今日も。はい、まあ2回にね、糸井選手のホームランで先制したんですけどね、3回裏、チャンスでね、小山選手が打てんかったからって言ったらあれやけど、まあ4回ね、ウォーカー選手に打たれちゃったんで、スリーラン、ホームラン2本やね、今日ね。タイガースも9回とかもね、チャンス作ったりしてんけど、あと1本が出ず負けちゃいました。もう悔しいよ、本当に。僕来たらずっと負けてるから、もうみんなから来んなって言われてたしね。ほんまそろそろね、来んなって言われへんように、買ってもらいたいなと思います。次は5日予定はね、もしかしたら中日戦、来週、じゃあ再来週の中日戦取るかもしれんけど、一応まあ、再来週じゃなくて5月5日予定です。はい、まあ来週から関東遠征始まりますけど、 DeNA ヤクルトを倒してこのまま上がっていきましょうな。まあ、今日の試合はね、絵にならんかったってことで、ね、シークレットタオルになったんで、早速ね、めくっていきたいと思います。糸原ちゃん見せた、糸井か、サトテルが欲しい、梅ちゃんでもいい、藤波でもいい、この4人やってたい。いきます。1枚目誰と思う？岩崎投手。岩崎投手。2枚目。いや、それ当てれんかった。もう一回買いに行こうかな。当てんやったのかな、もう。あかんな。
前目、お、いい色してる、誰？矢野。矢野監督、めっちゃいい色してない？なんかすげえ勝てそうな色してる、矢野さん。矢野さんとか出てくんねんな。お前やんねんけど。誰これ？佐藤輝明やん。おお、来た。佐藤輝来た。引いちゃった。次はじゃあ藤波と糸井。糸井やな。糸原。でな。梅野。糸井梅野藤波。岩崎やって。お？ん？及川や。およよもね、復活してほしいな。およよ。ハリチューン帰ってきてくれ。帰ってきてくれ、およよ。まあ、こんな感じで、ね、まあ、欲しい選手取れたんでね、取れた、当たったんでね、よかったかなと思います。本当に見せ場はなさすぎて、今日、ちょっとあの、今年初めてね、買っちゃいました。タイガースのタオル。はい。それでは、また、また、ありがとうございました。